はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回は提督の決断法続きをプレイしていきましょうということで、ご覧の通り資源、画面左下、左からお金、石油、アルミ、鉄と、それなりにあるんですけど、相変わらずお金が全然ないという状況なんですが、まずですね、画面左上にある作戦目標、南太平洋を8月までに攻略というところで、南太平洋ここなんですが、ここね、結構硬くて、今、オーストラリア沿岸に艦隊を集結させて、再編成をかけているというところになります。なので、これをね、まずは一旦オーストラリアで修復しようというところになります。で、それ以外のところで言うとですね、まず今、この第5艦隊、これオーストラリアに派遣して、これをですね、さっき見ていただいた第3、第4艦隊に、合流させるという動きを考えています。で、第8艦隊は新たに創設した戦艦を中心とした、水上部隊ですね。で、第10艦隊、これもオーストラリアに派遣して、全滅した旧第10艦隊の駆逐艦隊の代わりを務めてもらおうという考えになります。で、お金がね、ギリ300あるんで、これで諜報活動をかけておきましょう。このね、南太平洋に諜報活動をかけます。んで、あとはですね、分かりやすいところで言うと、今、小笠原沖に主力艦隊ですね、第1艦隊は空母艦隊に変えて、今や空母4隻からなる大艦隊になっています。で、第2艦隊は、戦艦3隻、4隻ですね、戦艦4隻に軽空母2隻で、潜水艦隊という形になっていますので、これらの艦隊をですね、中部太平洋進出します。で、中部太平洋にはアメリカ第4艦隊、第14艦隊がいて、ここをですね、正直言って戦略的な価値はほとんどないんですが、画面を見てもらうとですね、この中部太平洋を通ってミッドウェー、さらにはハワイ沖へと進出するにあたっては、どうしても中部太平洋を抑えておきたいんですよね。なので、作戦の目標としては、一つは今、珊瑚海からオーストラリアに艦隊戻しますけど、オーストラリア、珊瑚海で南太平洋を通ってハワイ沖、もう一つのルートが中部太平洋、ミッドウェーを通ってハワイ沖。ハワイを1回で落とせるかというとね、ちょっと難しいと思うので、2方面から、車がかりじゃないですけどね、順々順々に攻撃をかけていくという意味で、どうしてもこの中部太平洋も抑えておきたい拠点にはなっています。なので今回は思い切って、この中部太平洋からハワイへ進出するための前哨戦ということで、第1艦隊、第2艦隊に潜水艦隊を投入していきたいと思います。では早速中部太平洋攻略戦に入りましょう。もちろん全艦隊を投入します。作戦のね、成否は初戦にかかっていると言っても過言ではないので、まずは第一撃をどう加えていくかというところですね。で、ちょっとね、一人だとあんまりにも操作がうまくできないというのが分かったので、ある程度委任をしていっちゃおうかなというふうに思っています。で、主力の第1艦隊はもちろん自分で操作をかけると。
敵艦発見？どこに発見したって？早いよ。敵艦発見が早すぎる。まだ敵の主力艦隊じゃないな、これは。敵の主力艦が出てくるまで待ちましょう。まあ、航空基地がここにあるのは分かりきってるんで、あとはここにどう近づいていくかなんですよね。ここで雨が降ってきたか。雨だとね、今全天候型でも夜間型もでもない飛行機しか積んでいないので、雨が降ってくると空撃、航空戦に持ち込めないんですよね。雨が止むのをしばし待ちましょう。あとは敵の戦力がどこにいるかですね。まあアメリカ艦隊は必ずと言っていいほど空母が入っているので、空母をまずは仕留めたい。もちろん空母は仕留めたいので、さあ雨が止むと同時に航空戦仕掛けていきましょう。今や今やと。雨待ちなんですが、雨が止まないね。まずは敵の航空基地を叩きましょう。やはり敵空母出てるね。敵空母を仕留めたいからな、今回は。なんとしても。よし、敵空母撃沈の報告が入ってきた。これは嬉しいな。まあね、潜水艦はすぐに作り直すとして。よし、敵飛行場破壊したぞ。あとは敵空母の攻撃に入りましょう。追撃戦だ、追撃戦。
さあ、敵空母取り逃すな。確実に敵空母を仕留めるんだ。さあ、敵空母を撃沈するぞ。敵空母をどうしても仕留めたい。さあ、敵空母仕留められるか？これ、時間的に厳しいかな。仕留められないか、逃げられたね。さ、敵空母には逃げられましたけど、まだ艦隊はいるね。ゲームが終わらないということは。どこにあとは敵の艦隊がいるかですね。じゃあちょっと早めていっちゃいましょうか。敵の艦隊がまだどっかに潜んでる可能性があるということだと思うので。問題はその敵の艦隊がどこにいるかなんですけどね。ちょっと敵の艦隊のいる場所がわからないけど。撤退したね。いやー、久々の大勝利だったんじゃないかな。敵正規空母ヨークタウン撃沈。ホーネットがね、取り逃しましたね。ただ、甲板大破させてるんで問題はないかなと思います。長門がちょっとダメージ受けてるぐらいかな。さてと、そしたら、次、ミッドウェーにそのまま攻撃隊を送りましょう。確実にミッドウェーに傷ついた敵の戦艦がいるのは間違いないんで。これはね、もう確定ですからね。
必ず隣の海域に敵は潜んでる。で、毒入りして9週間かかるか、なかなか厳しいね。藻竜がね、なんといっても大破してますからね、9週間かかると、毒入り回避、戻ってくるのに。そしたら、今回、それなりにお金があるので、まず諜報活動ですね、しっかり入れておきましょう。ミッドウェイに入れる必要はないな。ハワイ沖も入ってるし、アリューシャン方面はいらないでしょう。となれば技術開発に今回お金を少し突っ込みます。で、兵器開発のところは特段今開発したいものはないので、これでいいでしょう。で、その他で言うと生産系ですね。まずは輸送船、これを4隻ほど作りましょう。で、潜水艦と軽巡、揚陸艦も欲しいんですけどね。そしたらですね、対艦攻撃能力重視で、作っていきましょうか。対艦攻撃能力が速くて航行速度もある程度速いものがいいですよね。これとかどうですか？結構優秀ですよね。そしたら潜水艦はこれを、そうだな、2週間でできるっていうのは嬉しいですね。まあ、ただ、ある程度数を揃えないと話にならないって考えると、あと1隻作って終わりかな。今回は潜水艦を作って終わりですね。お金がやっぱりないな、お金が。そしたらさっき作った輸送船を配備していきましょう。インド洋、まあ、一応毎回確認してますけどね。いや、おっと、アラビア海には敵の第13艦隊のみになってるな。ただ敵の航空基地がね、えげつないことになってるんで、ここにねちょっとさらにっていうのは、今の戦力を考えるとちょっと厳しいんですよね。マラッカはいいでしょう。ジャワ沖もまあいいでしょう。セレベス海にもうちょっと派遣しますか。で、パラオとかはあんまりないもんね、資源的に。うまみはレイテはどうなの。レイテはもうちょっと増やしましょう。というかもうこれで終わりだな。そしたら艦隊を動かしているので、第6艦隊がどこまで来てるかちょっと確認しますか。ん？第6艦隊で合ってる？マリアナ沖に来てる第5艦隊だな。あと2週間でオーストラリアに入りますというところですね。ちょっとすいません、チキンなんですが、セーブを入れさせてください。さっきで、ね、思わぬ大勝利を得たんで、次ちょっとね、もし負けるようなことがあれば悲しいなと思うので、問題はね、ミンドウェイにどれくらいの敵戦艦入ってるかっていうところなんですよね。それがね、ちょっと読めないんですね。ハワイからまさかまさかの進出っていう可能性も、まあ最悪なくはないっていうことを考えるとね、激戦になる可能性もあるんで。ちょっと航空戦力がね、
厳しくはなってるので、早いな、敵発見が。問題はその敵機がどこにいるかなんだけど、いや、駆逐艦の前に潜水艦がことごとくやられてるな、今回は。いいようにやられてるね、今回は。雨が降ってきたか、ここで。今回はやられたか。戦艦は撃沈はされてはないけれどもという感じかな。夜間にも飛べる戦闘機が来るとだいぶ助かるんですけどね。潜水艦隊は全滅しましたね、今回は。よし、ミッドウェイ島は攻略できたか。ただ味方の損害もそれなりに大きいんじゃないか。敵従順2隻、敵戦艦テネシー、正規空母ホーネット、この辺り撃沈してますね。で味方は、駆逐艦2隻、あとは潜水艦が全滅してますね。いやー厳しいな。駆逐艦が3隻新たに就航してますね。おお、2次43型艦上攻撃機が完成したな。よし、ミッドウェーはでもね、いやーこれちょっと厳しいよな。
ハワイ沖。まあ、このアメリカの第一艦隊は正直言ってどうでもいいといえばどうでもいいですよね。駆逐艦からなる第一艦隊はどうでもよくて、問題はこれも従順、軽巡洋艦か。これもまあどうでもいいよな。で、第4艦隊のメリーランドって、これ戦艦ですよね。戦艦ですね。この第8艦隊はかなり強力だな。第8艦隊はまだまだ無傷で残っていますよね。で、この第10艦隊も無傷ですね。こうやって見ると無傷の艦隊が2艦隊残ってたな。いやー、ちょっと一回せっかくミッドウェー取ったけど、日本に戻して回復させるしかないな。長門も大破してるしね。で、こちらとしては、あとはですね、今回何をしたいかというと、まずは輸送船を4隻ほど作りましょう。で、まあ、ミッドウェーとかはっきり言って輸送船置いとく価値もないんですけどね。マラッカ海峡はやっぱ金が取れるんで、マラッカ海峡は最適値にしておきましょう。あとオーストラリアも金が取れるんで、オーストラリアも最適値になってるか。あと金が、もう金金金金が言ってますけどね、もう金がなさすぎて話にならないっていうね。マリアナ沖は2隻。マリアナ沖はもうちょっとお金取れるよね。こんなところかな。で、潜水艦隊が完全に1個消滅したんで、潜水艦隊を作りましょう、また配備するために。まさか、そこまで潜水艦隊がね、もう潜水艦のいいところと悪いところを一気に見た感じがしますよね。太平洋を攻めたときはね、潜水艦のいいところが発揮されたんですけど、今回はもう潜水艦が全滅しましたからね。まあせめてね、10隻規模の潜水艦隊にしてあげないと厳しいかなというところはありますんで。で、あとは、やっぱりね、技術は毎度毎度上げていってあげないと、いずれ自利品になるのは目に見えてるんで、技術改善、ごにゃごにゃごにゃっと言っちゃいましたけど、技術開発はしましょう。はい、こんなところになりますかね。というわけで、今回は、まあ、思い切って中部太平洋とミッドウェーを取りましたんで、まあ、ハワイへの進行ルートが一つ確保できたかなというところになります。まあ、できればね、このアメリカの西海岸とかまで取れるとだいぶ楽にはなるんですが、まずはハワイですね、ハワイ。というわけで、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。